こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日も写真家の藤村大輔先生、健康時間にいらしていただいて、まあ実はちょっとお買い物いただいたんですけども、そのついでといってはなんですが、ここの2階にあるショップでいろんな製品をチェックして、これは面白いというものをベスト3を挙げていただきました。実は一つだけお買い上げがありますが、まあそれはそれで後で紹介いただくとして、まずは藤村大輔先生にこれは面白いという製品を3つご紹介いただきたいと思います。藤村先生、今回3つ健康的なショップで面白いという製品選んでいただいた中で、これは第何位ですか ?3 つの中でいくと。何位?はい。何位っていうか、これは、面白いさでは、3位かな ?3 位。3位、はい。では、この3位の商品何ですかこれ。3位はね、これはね、コッキンのフィルターですね、フィルター。ああ。そう。コッキンのフィルターって、まあね、コッキンって何ぞやっていう人も、ね、いるかもしれないんですけど、コッキンって、昔からね、あるもうフィルターの有名なメーカー で、特に今僕がピックアップしたのはね、角型の四角いフィルターなんです。こういうね。はい。ほら、見て、ね、四角いフィルター。で、これ黄色いでしょ?黄色いの。これ何かって言ったら、これ、黄色とオレンジと赤と緑。はい、これがね4枚セットになってるんですって。うわ、なんだこと思ってね、こんなのあったら知らなくって、これショールームにあって見たら、パッケージはこれモノクロ写真でしょ。要は白黒モノクロの写真を撮るときによくフィルターつけたりするのって知ってる方も多いと思うんですけど、緑だったり赤だったりね、これコントラストの調整をするためにこのカラーフィルターがあるんですよね。でそのためのね、角型フィルターなんですよ。こんなマニアックな商品ね、誰が使うんだよっていうね。いや、普通はねじ込みのやつで使ったりするんだけど、それを角型でね、この黄色とかオレンジとか赤とか緑とかね、いや、これはマニアック商品として、いや、面白いなと思ってね。で特に角型のフィルターってね、最近いろいろとガラスのやつも流行ってたりするんですけど、ガラスのね、フィルターって色付きがないんで、はい、コッキンとあとリーね、コッキンとかリーっていうのが有名なメーカーあるんですけど、両方ともアクリル素材で使ってるから全部カラーができるんですよね。カラーのフィルターになって、いや、面白いですよね。モノクロだけじゃなくても極端な、このかき氷みたいなね、色合いの、ができるかもしれないです。はい、藤村先生、今度はそうしますと、面白い順番3位が行きましたから、次は2位ということですか?はい、はい、2位ですね。2位は、まあ健康でもね、カメラバッグね、アオスタとか、タムラックとか、いろいろあると思うんですけど、その中でタムラックのカメラバッグ。ね、このごっついたカメラバッグ。この昔ながらのね、この四角いカメラバッグって、実はね、最近ね、そんな多くないんですよね。ね、みんなさん買おうと思わないですもんね、あんまりね。それがね、僕ちょっと使ってるやつもボロボロになったっていうのがあって、今ちょっとね、四角くて大きいやつを探してたら、ちょうど大きいのがあってね、こんなほら大きいんですよね。カメラってまあ普通はね、こんなに大きいの必要ないかもしれないけど、カメラバッグはね、やっぱり機材たくさん入れたりとかね、移動して車で移動してっていう時にはバーッと詰め込むでしょ。この時はね、こういう箱型のものの方が使いやすいんですよね。で、おしゃれなやつとかね、結構上の方からやってパタンと追い込むとかね、あるんだけど、使いづらいから、やっぱり実際使い勝手を考えたら、実用的なのはこういう四角くって開けやすい、開け閉めしやすいっていうのも最高なんですよね。こういうやつはね、本当に一家に一台じゃないけど、一人一個ぐらいあるとね、すごい便利なんですよ、これ。で、まあ普段使いのカメラバッグと、こういうまとめて出し入れできるのがあるとね、本当にいいんですよね。だからまあ僕も今使ってるやつがちょっと今もうダメになってきたから、今度はこれもいいかなと思ってちょっと選びました。はい。でも先生、このサイズのバッグにフルで機材入れると結構10キロ、20はいくかどうか分かんないけど、いや、10キロ超えますね。超えますね。超える。そういう時やっぱり先生車ですか？いや、もちろん車だし、まあ車じゃない時もありますよ。車じゃない時もあるし、電車だとねちょっと辛いけど、もう最近年も取ってきたから腰も痛いし、でも電車もうちょっと若ければこのくらいのサイズのやつを普通に電車でね持ってたんだけど、今はもう車が多いかな。
車で持って行って、これだったらここにストラップがあるからね、ここにこうつけて、持っていけば簡単な話ですよ。こんなゲストもそういうの、ね、カメラマンなんてこれにプラス、ストロボ機材だとかね、スタンドとか三脚とか持ってっていう風にね、それに小物入れるのにリュック背負ってって、そんなので行くことなんてよくあることなんですよね。なので、ね、まあ、一つはね、このくらいの圧があっていいのかなと思って、まあ、ちょっとチョイスをしてみました。はい、うん、もしこれを実際買ったとすれば入るのは S1 と GFX みたいな感じなんですか？そう、 S1 とか GFX か、あとは例えば普通に一眼だと例えば D850 だとか Z7 だとかね、だとキャノンだったらね、例えば 1D とかね、そういうクラスでも役に入っちゃうわけですよ。望遠レンズだったり7200が縦にちょうど7200の一発違いでちょうどね縦に入るようなサイズなんで、スポット縦に入るんですよね全部。高さを気にしなくてもいいっていうのはね、すごい機材にとっては ありがたいんですよね。寝かせて入れるってめんどくさいし大変でしょ、出し入れするのは。スポット入れて上から見えて出し入れできる7200の望遠が、上から出し入れできるってね、いいですよね。やっぱり機材を普段使っておいての方のお話だったという感じがしますね。はい、ありがとうございます。実用性ね。実用性ね。はい、ありがとうございます。先生、今回は健康的なショップで面白いと思った商品ベスト3なんですよね。ベスト3です。はい。これは受けを狙ってるわけではないんですね。いや、ないです、ないです、ないです。はい。というわけで、今回のベスト1を先生の口からご紹介ください。はい。ベスト1は、これ。なんだ、なんだろうっていう感じですよね。これはね、額縁です。額縁。はい、どういう額縁かって言ったら、この健康なんか最近出たらしいんですね。最近かな、去年ですね。去年ってらしいんですけど、レクエルっていう額縁があるんですよ。写真撮ったらね、皆さんプリントをしますよ。プリントしたらね、飾ってほしいですよね。プリントして飾ってほしいんだけど、この額縁見てください。これほら見えます、これ。あ、先生の顔見えますね。ね、透けてるでしょ。これ要はここにアクリルが入っていて、アクリル2枚で写真を挟んでいる、そういうシステムになってるんですよね。だから写真が浮いてるように見えるでしょ、ね、だからこれを額縁に、額縁じゃないや、壁にね、飾ったら壁が透けて見えるような感じで写真が浮いてるように見える、そういう額縁なんですって。いや、これ面白いなと思って、僕これまあ知ってる人もいるかもしれないけど、僕ちょっと知らなくって、あ、こんなんあるんだと思って。でね、こっちの大きい方、これね A3、 こっちは A4 ですね。 A4 が入る額縁で、ホワイト、白です。ブラックもあるそうです。ブラック、真っ黒で、もう一種類、これは A3 の方なんですけど、色が面白い。色、これなんだっけ、スラブウッドですね。スラブウッドっていうね、ほら見て、これこのちょっとかすれたような、このね、自分でペンキを塗ったような、ちょっとね、味のある素材感のあるね、この木製のパネルになってるんですよね。これちょっと渋い感じの、この日本の写真なんかもね、これどこだろうね、わかんないけど、これ渋いヨーロッパのね、街並みが入ってますけど、こんな写真なんかも似合うんじゃないかな、モノクロなんかも似合うんじゃないかな。かこういうふうにちょっと面白い額縁があったので、これはちょっと、買ってこうと思って買ってみました。ね、人に、差し上げるのなんかにもいいんじゃないですかね、これ写真を、プリントしてね。はい、ということで今回の1位はこれにしました。額縁です。はい、ありがとうございます。レクエルね、これすごくいいですよ。はい、といったわけで、まあ、今回は藤村大輔先生がセレクトする健康トキナー2階ショップで、これは面白いという製品3選でございました。で、先生、告知を何かあればですけども、 あるんですよね。あ、ちょっと待ってくださいね。告知ね、はい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 、はい、実はね、今回はちょっと告知させていただきたいんですけども、じゃじゃん、見えるかな、これはい、じゃじゃん、来月、今ね、6月ですけども、来月7月の3日から、東京銀座の、ルミックス、パナソニックのね、ルミックスギャラリー、東京
ルミックス銀座東京、ごめんなさい、ルミックス銀座東京っていうね、駅からすると、まあ、銀座駅か有楽町駅かどっちかが近いんですけどね、そこで7月の3日から8月の5日まで個展を開催してますので、まあ、僕もできるだけ会場にはいるようにしますので、皆さんぜひね来て、僕がいたら声をかけてください。田原さんの動画見たよって言ってくれれば嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、そしてあの先生の普段、まあ、あの作品がいつも見れる場所としては先生の YouTube ですね。はい、YouTube、やってますので、チャンネル登録、下に概要欄にね、リンクを貼っていただけますので、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで今日は藤村大輔先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。